エミール・ジャック・ダルクローズウィーン出身のスイスの作曲家、音楽教育家。運動を通じて音楽を学び経験するという音楽学習の方法論の一つであるリトミックを発展させた。その影響はオルフの教育音楽、ムジカ・ポエティカの理念にも及んでいる。ウィーン音楽院でアントン・ブルックナーに、パリ音楽院でマティス・ルシーに師事。1886年にアルジェに勤務中、アラビア民族音楽のリズム法に触発されて、リトミックを発案、ジュネーブ音楽院に勤務中にその理念と実践理論を構築、展開した。1910年、ドイツ、ドレスデン郊外、ヘレラウで学校を設立。1915年、ジュネーブにジャック・ダルクローズ・インスティチュートを開校。1925年頃に、ドイツの音楽学校で音楽教育の実践的理論として、ダルクローズ理論が採用されたのを機に、リトミックが世界的に普及することとなった。ダルクローズ理論は、動きを通じて音楽の諸概念を教えるという理論である。ある種類の動作及びその相似形の動作で音楽の概念を表現することによって、音楽表現に関する一貫した自然な感覚を得るのである。体そのものをよく調律された楽器へと変えることが確かで鮮やかな音楽の基礎を身につけるのに最も適しているとダルクローズは考えたのだ。ダルクローズ理論はリトミックソルフェージュ、即興演奏の3つの要素からなる。ダルクローズによればこの3つの要素が合わさることで音楽家として必要な要素がすべて学べるトレーニングになるのだという。理論上はそれぞれの科目において、これらの要素を交えながら、創造性と動作に基づいて音楽を教えることになる。ありがとうございます。